お座りくださいはい、have a seat. Hi, 立山青久です。立山、uh, 全然8月のキャンプに来たので久しぶりな感じはないんですけど。お久しぶりです。 あの人、つまみ出してください。<laughs> let him out。です、仲いいですから、本当は。仲良さそうにしてるだけですけどね。we are we are kind of friend, we are kind of friend。はい、初めての方題、E. C. C. J. 日本語協会という、ロンドンにある協会で、牧師をしています。I am a senior professor of, of E. C. C. J. in London。 えー、ロンドンなんですけど、えー、香川県高松市出身です。で,田舎者です、so、ねねなななんんかかごいいい形でやってる俺ら仲悪いのみたいな感じ はいえー、朝も言ったんですけど、実は1年前の、えー、11月の1周目もここに来てるんです。そのの時は、えー、ソファーを持ち上げるとといいうわわけかかからないことをやったたたんです年まま、so、間成長しましし太りましたか

おしパスタ大島シマはこの本を書きま o た。<laughs> 関わらない方がいいと思います。<laughs> キリスト教業界の中では <laughs> 兄貴と大島先生には関わるなというね。Don t, don t <laughs> 嘘ですけど。<laughs> これでも、まあ、いいや今日はたまものの話をしたいんですけど。Today I want to talk about クリスチャンになるっていうのがみんなどういうことなのかっていうのを実際考えてほしいなと思います僕はクリスチャンになるとタバコが吸えなくとなると思いましたその時はタバコを吸ってましたクリスチャンになるとお酒が飲めなくなると思ってましたその時はお酒も飲んでました クリスチャになったら浮気ができなくなると思いました。え、I thought I was,、uh, I can't, h cheat, cheat the other girl. Cheat もちろん、そのようなことをしたことないですけど。でも、これがダメ。これがダメです。I haven't do that. これがダメ、あれがダメ、クリスチャンになるとダメな,ダメなんじゃないみたいなことになりやすいんですよ。そんなことを考えているうちにこの大島先生というのがいいことを書いていました。お読みします。I will read it. ある新入社員が意気込んで上司にこう言った。 私はクリスチャンなので日曜日に出勤することはできません水曜日は教会で祈祷会があるので残業できません酒によってはならないと聖書に書いてあるのでお酒の席は遠慮します話を一切聞こえた上司は君がクリスチャンでできないことがあることは分かったじゃあ君がクリスチャンだからこそできることは何だね 私たちはむしろキリスト者だからこそこの世で貢献できることは何なのかを問われている。You you この本欲しい人。はい、早かった。ヒズコールの皆さんっサインもらっていいだから、金曜日に。 Uh, a sign of Pastor あるこれはあれはできないじゃなくて何ができるのか、so、we そして皆さんは何をそれぞれ違うので何をするべきなのかそして何をするべきなのか それをしているのか。Then, 二つの質問です。一つ目、あなたの賜物は何ですか。So, 二つ目、あなたは賜物を用いて生きていますか。So, 一言お祈りします。So、天の地である神様、あなたの皆名を讃えします。Father, I your name. ここにいる本当に素晴らしい一人一人を感謝します、so ここ。ここにいる一人一人に神様、あなたが賜物を与えてくださっていることを感謝します。So giving, uh, 一人一人がそれを用いてあなたの栄光を輝かせることができるように今助けてください。 主イエスキリストの皆によってお越しいただきます今日の聖書の歌詞はルカの福音書の14章の34から35です。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。 サウトは良いけど、サウトは生きているけど、どうしたらサウトのために戻るのか ?It s of s e e h o r the soil or o r t h n u a l p i l e s t h r o w ここまでですね、十四章のところですね、イエス様は弟子としてどういうことを考えていきますかみたいなことを話します。So, Luke chapter 4, Jesus t a l k about like, how you live as a disciple. 「イエス様についていくならばこんな感じでいきなさいよ」ってイエスの弟子になるってことはこういうことですよって Jesus be is、like、that. そしたら突然塩は良いものですって始めました 私は思いス面白いなといつも思うんです。いろ、really like, んな話をしていて、突然、良いものです。You know, things, says, そういうちっちゃいますよね。そういう人たちがいますよね。そういうてて、like, oh, いたちがいますよね。そういう人たちがいますよね。そういう人たちがいますよ 昔は10円で飯食えたみたいな話になって結局何が言いたかったか分からなくなるっていうでもこのいきなり言ったのにはおそこす意味があるわけです。途中で英語挟まれたら絶対通訳しにくいや、ね。<laughs> 塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか salt be restored? 土地にも肥やしにも役立たず外に投げられてしまいます。 And it is thrown away. ここを読むだけでも塩は味付けにとっても大切だってことが分かりますね。Salt, uh, really、結婚したら最初の喧嘩になるかもしれません。これ塩入れた <each other? S 2> みたいな。あ、どっちがサウトやソース あとですね、昔は肥料に今も塩って塩分って肥料に入ってるんですけど肥料としても塩は使われてましたあとは保存とか防腐剤としても塩はもちろん使われてます <And also S 1> で塩は大事ですと。 で塩が塩じゃなくなったってことを想像してみてください、so、単なる何かの塊です。Just, just 何の役にも立ちます。シンプルにこの箇所をジーザスが一言で言うとすると塩は塩であれっていうことです。ソルトならソルトでありなさいと。これを弟子の こと言ったわけです。にう、言ったわけです。そう、言ったわけであれと要す。そう、言ったわけです。そう、言ったわけです。るに、弟子たわけです。そう、言っ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 と思います。 Really、simple. じゃあ弟子とは何でしょうか、so、イエスに従うものです。でも今日話したいのはそれぞれいろいろな役割があるんだよってことです。第一ペテロの4章10説にこうあります。So、4, says, それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。 So, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. So, everyone, each, each of us, receiving the gift. ちなみにギリシャ語で言うとカリスマって呼ばれる言葉の語源がこれです。カリスマのあるあの人はカリスマあるよねっていうのは言とです。カリスマの言とはもば僕はものすごく音痴です。 今、笑ううとここちゃうじゃじん。悲しいや。It it be sad about でも歌は練習すればうまくなります。でも声は完全にたまものです。But the voice is completely も、う、o ッ s 気分 <gift. S 2> な e n t す。a

よき管理者として。管理者というのは与えられたものを管理していることになりますよね。オーナーがいるわけです。オーナーがいるわけです。ーナー,ですーナーから預かっているものを管理するわけです。 皆さんは神様から与えられた素晴らしい才能があります。So、それぞれって書いてるので持っていない人はいません。と、so so、いうことはそれぞれが良き管理者としてその神様にもらった才能を

だからお前,お,れお前の才能を俺に使ってくれてねえよなみたいな話はないわけです。自分が使えるために賜物を持ち入れているかどうかです。そのたまも、あ、聖書の中ではバーって書いたんですけど、もう漢字読めないので読まないですけど、ローマ・人の手紙の12章とか第一コリントの12章とかに大体19個ぐらい書かれています。 で、そこからまた分かれて、いろいろな神様からもらった才能を私たちは持っていると思います。And then, and then, like, これを用いましょうっていうのが今日のシンプルなシンプルなメッセージです。でも、最初の2つの質問覚えてますか But do you remember this, あなたのたまものは何ですか一瞬で3つ答えられますかそして用いてますかといると言われてのに用いると言われていると言ていると言われていると言われているているていていると言てい言われいと言われていると言てい言われていると言いると言ているわていると言わていると言わてるわれていていると言われていていると言われていると言われていいと言われているとていいると言わいる でも聖書はそれぞれが賜物を受けているのですから神様のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいです says, the gift, なので自分の賜物最低3つぐらいは3つ以上あると思います3つぐらいはパッと言えるようにしておいてください、so、to to 礼拝後なんかグループとかでライフグループとか話したら結構人が言ってくれるかもしれません あなたのここ素晴らしいよと。唯一無二だよそこは。私が真似しようとしてもできないからそこは。たぶ you know, それは賜物でしょう。The talent. また自分の中でこれかなと思ってるものがあると思います。それを使ったときに周りが周りから感謝されたりとか。 周りが喜んだらそれは多分賜物です。神様からそれを使うように言われているわけです。で、三つの持ち方というか使い方があります。これ、キャンプの時、男性陣に話したんですけど、一つ目は <can> 無駄にすること、ウエスティングです。 そして2つ目は使うことスペンディングですで。3つ目は投資することインベスティングです。私たちはたまものをインベストしなければいけないんです。例えば 僕がすごい世界一でかい図書館を作ったとします。世界中の本をそこに集めます。もうすごいでかい,いう。すべての言語で図書館が本で埋まってるわけです。僕はその入り口のドアに鍵をします。で、そこにある本のことを思いにふけやります。

You know, people are asking me that, oh, i really want looking for that book. Can I enter this library? I am answering like, Oh, there, there's no good book in my library. This is, um, this is not really good, right? めちゃめちゃお金を持ってたとします。You know, for example, I have a lot of money. Soundsがいいね。I have lots of money. Lots of money. <laughs> money. でも、 毎日1億使っても使い切れないほど銀行にお金があったとします。でも別に投資をするわけでも事前事業にお金をあげることもありません。But I 献金をしてみたいな話があって、10分の1献金って言われてもそんなん知らない。

Have money to you. お前にやる金はね、no、もう図書館にしろこの話してももうバカな話ですよね。This is idiot, right?This is idiot, right?Yeah。<laughs> じゃあ我々がたまもの神様から預かっていてそれに扉に鍵をして誰のためにも使わないとしたら That's idiot, right? でもそう思いますよね。卵に与えられててるんんですすよ聖書に書いてますもん <laughs> <laughs> でも、そこはなもう何かもわからない、知らないって。自分の子供や息子が大事な人までもそれも使わない。そんなバカな話はないわけです。Really、waste. ってことは、 シンプルに自分のたまものを知ってそれを投資しなきゃいけないんです、so、最近ですねロンドンから車で1時間離れたところにあるオックスフォードというところに新しい学生が来ましたオックスフォード・ユニバーシティー オックスフォード・ v e r s i t y 彼は22歳の韓国系アメリカ人で日本語ペラペラですアメリカの時からしてるんですが56年日本人ミニストリーに携わってますでもオックスフォードからうちの教会には車で1時間なんですけど電車で来たら2時間かかるんです And uh, it takes for two hours from uh, Oxford University to my church. And then, uh, we were talking, let's, let's uh, work for that, let's pray for that he will get the car. I have a life group for the men. And there's a lot of residency. そそこそこ高級取りな人たちがいるわけです。その人たちに言いました、金くれと。理由ももちろん言いました、オックスフォードミニストリーがしたいと。彼が車を持ってオックスフォードにいる日本人を毎週連れてこれたら、すごいミニストリーになるじゃないか。 Amazing, right? オックスフォードにいる日本人に福音を伝えられるじゃないかだから金くれって言いました。1>, so, 1週間で100万集まりました。Week, yen, uh, でも思い出してください。この学生、うちの教会来たの2週間前ぐらいなんです。 僕は個人的にもちろん知っていました。I, I でもみんなは知らないわけです。突然そいつに車買うから金をくれと僕が言い出すわけです。一人10万、20万、献金でくれるんです。The, you know, 彼らは最初に言いました。駐在に来るぐらい賢いので稼げる人たちです。 オックスフォードミニストリー成功しているかどうか,うか、まあ始まってもないんですよ。Then, でもそこに彼らは投資するんです。Invested, 彼らはサラリーマンとして才能が賜物が与えられているので会社でそこそこの給料をもらっているわけです。 彼らがオックスフォードに行くことはできないにしてもそこで献金をしてオックスフォードミニストリーを一緒に携わることができるで。言いいいまししたた車買ったらあいつ来なくななくるかもしれないっすよっ <laughs> でも我々はそこに投資をするわけです。 最近19歳の男の子が救われました。19で、彼は僕の先輩の息子なんです。Is, uh, s <S で、もう斜め前にある家の一室を借りました。 Years ago. 何が起こると言うと、週4回うちで飯を食うわけです。で、もう毎回、来て飯を食っです。て帰っていくわけです。で、もう毎です。ね、もう、日本語、久しぶりに話したいんでしょうね、夜中までいるわけです。Because, uh, really Japanese, so、皆さんはし時、う時まで起きれるんでしょうね、ヨナ Be awake until a. M. 40になると8時半が限界です。40, so、limit, 早く帰ればいいわけです。<be> 7時半ぐらいから。でもうちの奥さんちさとはご飯を作ってその夜中1時までの会話に付き合います。But my wife is that

これも賜物だと思います。Well. そして、それを続けるうちに彼は3か月でクリスチャンだったんです。Then, that, どんな形であろうと、その自分に与えられている賜物を使えるために用いるんです。その時に オックスフォードで日本人が救われるという新しいことが起こり始めるわけです。全然キリスト教のことを知らなかった19歳の男の子が救われるんです。人の人生が変えられていくんです。すごいことですよね。シンプルに賜物を使って用いてるからです。 今、成功な話ばっかりしましたけど、失敗というか、うまくいかなかったこともいっぱいあります。私は、uh, well.、あなたは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 、あなた a t な 別でも、千怜はそれに投資し続けたんです。But, his, 自分は料理ができて、話を聞くことができるからって、それを投資し続けたわけです。So、シンプルにイエスが言ってるのは、弟子が弟子であれ。

あなたの賜物は何ですか、so、what is your talent? あなたは賜物を用いあなたはをていますか are you using given talent? ぜひ今日そのことを考えて。So、自分の賜物を知って賜物を用ってくださいます。たまものを知っています。たまものをいます。たいます。ここにクリスチャンじゃない人がいると思います。Maybe some of you are not Christian. But God created you unique、はい、and then God loves you so much and then God is wishing you to be a bright light in the world so the first, as the first step I want you to believe Jesus Christ そして今日から作られたものとしてたまものが与えられているものとして何ができるだろうかって 一緒に考えていきましょう then, created, created,、so、その時に自分もそして周りもその人たちの人生すべてが変わっていきます。イエス様を信じて、賜物を知って、賜物を用いていく。

そして互いに使えるために用いる方法、投資する方法を教えてくださいと祈ってください。 そのまま目を閉じたまま、so、質問したいと思うので神様に心を開いて聞いてください listen to, listen to 今日素晴らしいメッセージでしたこの中にはたまものがわからないという人がいるかもしれない。 それを使うって考えたことない人もいるかもしれないでも今日のメッセージで本当にそれがどれだけ無駄,な無駄にしてたかを気づいたと思う神様みんなが想像している以上に多くのものをみんなに与えていてすごいことを神様あなたを通してしようとしています。 この中に本当に自分の賜物を本当に神様のためにそして人々のために用いていきたい使っていきたいという人がいたら手を挙げてください to, you, その人たちのために乗りたいと思います神様本当に 今手を挙げている人たちのために祈ります God, 神様、本当に私にこの賜物をあなたが預けてくれていることを感謝します Lord,、so、you, you 神様、この中には自分の賜物がに気づいているけどでも人と比べてそれを使うことをしていなかった人がいると思います。 でもこういうものは一切比べるものではなく本当にあなたが預けてくださってるからただ使うことに私たちが今週本当に用いられるのを助けてください。But if given to all the, if 私たちの賜物を用いてあなたの愛が現れるように。Be, through using all the talent, the, 私たちの賜物を通してあなたの愛に気づく人がいるように。Our, uh, 本当に私たちのたのあなたが本当に引き伸ばしてください。そして与えてくださったあなたに本当に感謝します。 Oh, イエスキリストの皆にお祈りします。メン <Amen. S 1> <Amen. S 2> もう一回目を閉じて聞いてもらっていいですか今日、青木先生が最後に本当にたをまず知る前に、まずイエス様を知る。Uh, Pastor, as Pastor イエス様を知り、たまものを知り、そして使う。

でもそういう人たちに今日聞きたいです。Today, ね、イエス様を知りたいっていう人、Christ, イエス様を信じて、believe, そして比べたりするんじゃなくて、自分の賜物を大胆に使っていきたいという人 talent,、ね、イエス様にもっと近づいていきたい。God, 神様が作った私、本当、大物の私をもっと知っていきたい。 I want to know myself as a c r e a t o by God.Yes, さん信じたいという人がいたら、手を挙げてください Christ,。ありがとうございます。その人たちのために祈ります。So、神様、今、手を挙げた人たちを感謝します。Father, so、今まで Yes, 様を知っていこうとしてなかったけど、今日、本当にあなたを信じて。 Start believing God. そしてただ自分のために生きる人生ではなくイエス様から預かっているこの賜物もと弟子として流していく人に変えてください自分の努力ではなくあなたの本当に力によってイエス様にこれからもついていきます イエス・キリストの皆によってお祈りします。神様にもう一度拍手しましょう。ね、今日、多くの人が手を挙げました、ね。ちょっと緊張して手を挙げれなかったという人もこの後 <their hand. S 2> あとライフグループでシェアすると思うのでその時に本当にたまものを言ってみてください。 そして神の家族同士、それを使っていきましょう then, God,。最後にみんなでこれを一緒に祈りたいと思います。イエス様を知っていきたいっていう人、またクリスチャンの人をみんなで読みましょう。日本語からせーの。イエス様、私を愛してくれてありがとう。 私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。In English, dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Amen. Amen.